今週日曜日に迫った大阪国際女子マラソン。異色の大学生ランナー北川ひかるが初マラソンに挑みます。学生ハーフマラソンの世界大会を制したトップクラスの実力を持つ22歳、マラソン界のネクストヒロイン候補にはもう一つの顔が。この度、松竹芸能に所属することになりました北川ひかるです。なんと昨年夏から大手芸能事務所に所属、タレントとしても絶賛活躍中。走りと芸能の二刀流に挑戦する22歳が見据えるものとは。陸上選手としても世界を目指す選手にやっていきたいですし、どちらもできるっていうところを私が第一線で活躍して見せて、日本中の方々に見せていきたいなっていうふうに思ってます。